オキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、オリーズブレイゴープルーカッコトロール VD16 ということで、さあ、全く意味わかりませんね、このコース名。ただ、Google 先生に今回もお願いして調べてみました。その結果、オリーズはビー玉、ブレインはノーという言葉が出てきました。それを持っても全く意味がわかりませんね。でもいつもコース名を訳してるからさ、訳さないわけにはいかないんですよ。なんで無理やり訳したいと思います。ビー玉の王よ、いけー、ブルル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 なんだその開幕おろしは。え、バグでしょ今の。なに、なんか降ってきたよね。大台かなんか来たよね。はぁ意味わかんないね。どっからの砲台来てんの。めっちゃワープしてきてるやんね。ちょっと上に逃げてていい。いや、やられてないやんそれ。今回おかしい。マリオメーカーってこんだけなんだっけ。絶対おかしいでしょ、バグりすぎでしょこれ。ちょっと上のスター取ってっていいから、とりあえずスター取ってって。いや、これ絶対倒せるよね。どうっす、はだじゃあ上のスター取ったらいけないから、右上の鍵を取ろうか。でもさ、この鍵ジャンプしたら絶対魚かなんか出てくると思うんだよな。なんでジャンプしてすぐ左に行きます。これで合ってる、成敗してでござる。いや、成敗されてんだよ。じゃあ右押しっぱでよかったね。鍵取った人が右押しっぱ、これで鍵の輪に入れるっていう感じだね。さあ入っていきましょう。次に何が待ち受けてるんでしょうか。今回マジでバグコースだからね。うわ、このキノコ怪しい。取っていってみる、頼む、正解に当てて、そして下に捕まる。じゃあこのキノコ取った瞬間すぐ捨てる。じゃあ危ない。さあここでリンクになって進んでいきますか。で、どうしよう、ジャンプするね、走って。いや、あの四角の枠怪しいな。走ってって、上ボタン、上ボタン、これで合ってる、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 合ってる。くっそ、こい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 。じゃあ、あのフラワーを取った瞬間氷を溶かして土管の方に進む、多分それで合ってると思うんだよね。うわ、この USA いるから USA 取ってってみようか。これで正解でやって頼む。うわ、テレサいるじゃねえか、このどうしないの。じゃあこの土管に入った瞬間右ダッシュしてテレサを超えればよかったのかな。きっとそういう感じでしょ。中間があるね。あの中間素直に取らせてくれんのかな。降りて右ダッシュしていってみるね。ここジャンプする、危ないね。よし中間無事取ることができました。ここはピンクコインないね。うわ、上を襲う、どうしよう、これ右ダッシュしていくね。よしドスには負けませんでした。たださ、真ん中のドアめちゃくちゃ気になるんだよ。どっちが正解だろう、こっちが正解っていうパターンありそうじゃない。うわ、ブブー言われた、こっちじゃねえのか。うわ、死ぬ耐久じゃねえか。しかも結構めんどくさそうなやつだな。とりあえず走ってしゃがむ。うわ、これ絶対難しいよ。ダメだ、これ難しい。ちょっと待ってね、ナイスタイミング。そしてこのまま上に行って、なるほど、針にやられろっていう感じだね。レールがなかったらこのバネ抜けるの簡単かもしれない。ちょっと見ててね。ダメだ、このタイミング、このタイミング、このタイミング。よし、ここで針に当たりたいと思います。ナイス、あと1回捨てて。なんでキノコ出すの、パワーアップなんていらないって。いや、もう1回やるってか、これ何回キノコ出てくんだろうね。いや、次は結構簡単にいけたよ。よしよしよし、おいおい、これ結構マジでむずい。よし、何やってんの、もったいねえことすんなって。せっかく針に当たれたじゃねえか。さあ、ここまで来ました。これで一旦針に当たって、あと一回当たればやられるっていう感じでしょう。素直にやらせてくれるから。でもね、もう向こうもパワーアップ要素もないと思うんだよね。きっと大丈夫、これでやられることができるよ、頼む。ざまあ俺、いや、まんまと騙されてね。いや、自分から騙されていったみたいなもんだけど、この数が襲ってくる。じゃあ早く右に行こう。おぶね
なるほど、裏にバーが仕掛けてあるっぽかったよ。そしてここはパンを叩く、これがスティック回転よ。噛みすぎた。さあ次に土管の方にジャンプ。なんでさあこの辺に隠しブロック出たよね。この隠しブロックの上からジャンプして土管の方に行ってみようか。きっとそれが正解。そうでしょ。閉じ込められた。なるほど、お前か。またイカゲームの始まりですか。二人とも強えじゃねえか。この上からあの右下の音符ブロックのところに行く。そして右上の土管に入る。きっとこれが正解なんだよ。さあ次は右か左か、どっち行こう。悩ましい。強制的に左に行かされました。大丈夫ですか。早く落ちてよ。長いんだって僕のトークが続くうちに。早く落ちてくれよ。なんなんだその顔は。もう分かりました。この土管に入ってすぐ右に行かなくちゃいけない。それが正解だね。そしてこのまま下に行こっか。さあこっから落ち。悔しい。あのしびれ攻撃マジで。そしてあの顔でしょ。出た。いや僕はやられませんよ。ちくわブロック早く出てきて。これで一生僕の勝ちだね。セブ、最近ねこういうコメントが多いんですよね。ユキングさんよく叫んでますけど喉大丈夫ですかって。あのね、それが不思議なことにねめっちゃ大丈夫なんだよね。いや違うんだって。じゃあここはさ一旦下に行ってこの場所で待っておこうか。そしたら大丈夫なんじゃないの。そんでリフトで下に降りて右に行く。うわ、ここはオンを変えて何もしない。それが正解でしょ。あっつい、合ってたんじゃないのこれ。違う。くっそ、こういう時だけ違うのはどうかしてるぜ。じゃあここはオンオフした瞬間右にダッシュしてあの手書きの子を避ける。そんで取ってからドアに入る。これが正解なんじゃないかな。きっとそうでしょ。なんで。くっそ、今日相当引っかかってる気がしない。大丈夫かな。いや取れ高的に結構ねいい感じかもしれないんですけど。もうなんか、あ、いやこれ剣が正解。取れねえ。じゃあここで何もしないのが正解だったのかな。そしてこのバックフラワーを倒して進んでいくと、きっとそういう感じでいいと思うんだよね。大丈夫。このコインすげー怪しい。取っています。イエーイ。確かにイエーイだね。さあ進んでいきますか。チェックポイントあるね。なんでよ、もう素直に取らしてくれ。やるかこの。じゃあさ、この土管入ると右をシッパしておけばよかったのかな。それで中間取れんの。あ、取れるんだね。さあ進んでいきますか。このハテナ何ですかね。あ、キノコ。お呼びじゃねえんだよ魚。いやうまいね。ブンブンに気を取らせておいて魚を振らせてくるって、もう人の心理を完全に散り尽くしてるねこの制作者。さあ進んでいきましょう。見て見て、ブンブンマネに挟まって動けてないよ。さあそれじゃあ右に行きますか。そしてこの風呂、危ねえ、危ねえ、絶対こっち違うパターンでしょ。ブブー言われてるもん。さあ何が来るんでしょう。新体験から。え、何これ。いや全然意味わかんねえんだけど。このパワーブロック持てんのかな。あれ持てないよパワーブロックが。ほらなんかね全然持てないんだよね。これ連打してみる。いやマジで持てない。あ、右に行けるようになった。こっちが正解的な。ワンチャンあるね。ダンク。いやこっちちげえじゃねえか。戻ってなんか簡単にやられるみたいな。いやそういうわけじゃなさそうだね。ちょっと連打してってみようか。マジでモテねえ。さっきドカン入った時にさ、しゃがんだらモテるみたいな、そんなん書いてたよね。ちょっと試してってみようか。しゃがんでモテ。なるほど、しゃがんだらこの台風の上でモテるっていう感じだね。はっはっ。よしよしよし。そしてこの魚にやられると、そういう感じか。手こずらせがってこの魚。じゃあここは放題の場所に行かなきゃいけないと思うんだよね。なんで一番右で待機、これが正解なんじゃないの。そしたら楽。よしよしよし、来ました。さあ進んでいきますか。もう2つのチェックポイント取ってるからね。そろそろゴールがいつあってもおかしくないと思うんですよ。無視していいですかこれ。じゃあここはブラパが襲ってきたから一番右におれば大丈夫。そしてこのハテナを叩く。どうなる。うわ、右に行けるようにはなったんだけど何もしない。頼め、合ってて。絶対違うでしょ。何ここは裏闘技場です。
ですか。なるほど、今回の敵はこのトゲゾウっていうキャッチか。さあ、狂ったトゲゾウ、割り込み禁止ですよ。じゃあここは一旦リフトに乗ってジャンプするんでしょう。そしてはっいや、それはまた裏闘技場じゃねえか。またあのサンボ来るんでしょ。かかってこいサンボ、倒してやるよ今度は。無理。皆さんもう分かりました。このリフトによってここら辺でジャンプ。それで合ってたね。このハテナ何でしょうか。第3ラウンドの始まりですか。ガガガってこいサンボ。来るんだ、次こそやってやるよ。もう何もしない。ジャンプも何もしない。そしてこの土管に入っていきます。氷の世界、次右を進化します。一瞬やじ。いや落ち着こう。落ち着いてたら今のは回避できたはずだよ。この石の親父はしゃがんで回避する。そしてもうゴールが見えるんだよな。スターを取ってっていいのか。信じていい。スタートって右にダッシュするね。いや絶対罠に引っかかってると思う。そんなそういう罠の引っ掛け方ありますか。ここはどういう死に耐久ですかね。死に耐久よりもきちマジかよ、戻された。こっからまたさっきと違うパターンがあればいいんだけどな。どうなんだ。スター今度手に入れたよ。こっからどんな感じ。え、この場所に行くしかないじゃん。ねえ、この場所で、死に耐久でしょ。いや、右開いて、頼む、右開いて、やった、来た、ナイス、救済措置、これでゴールができると思う、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオのこのこ階段ということで、サムネを見る限り謎解き要素も何もないと思います。ただ階段上に設置されてるのこのこを踏んでってゴールまで目指せと、そういうことでしょうきっと。いや一見簡単そうに見えるけど、のこのこってさ、あの一マスの中で左右に結構動くんだよね。その動くのこのこを綺麗に一体ずつ倒して踏んでいく、絶対難しいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.83%。 まず最初に、うわこれしかも10秒以内だね。とりあえず踏んでってみる。あ、いけそういけそう。これ意外と簡単かもしんない。あ、ね、最初にのこのこ踏むじゃん。そしたらねいや違うんだって、これはあれよ、そうあれよ。それじゃあ仕切り直すけど、最初にのこのこ踏むじゃん。そしたらね、あとはコントローラーを触っていなくてもどんどんマリオが上に行き続けてくれるんだよね。なんで最初に踏むスピードが重要になってくると思うんだよね。ちょっと遅く行ってみていい。いやこれ遅すぎだね。さっきよりちょっとだけ早くしてってみるね。こんくらいでどうかな。いやなかなかいいんじゃないのこれ。おお気持ちいい。これいったでしょ。やったはぁ、あ、いや分かったよ。右下に扉があるよね。最後のノコノコ踏んだら、あの左下の扉に入らなきゃいけないっぽいね。それじゃあリベンジやっていこうか。これクリア率の割にそんなに難しくないんだよね。最初のスピードのコツさえつかめば絶対上までいける。そしてここまで来たら下、やべ時間がね、間に合って、いや私これいったでしょ。やったどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。